ヤッホーポスです。そしてヤカシです。はい、ということでですね、はい、今年もこの時期がやってまいりました。はい、はい、今日はね、何を撮るかと言いますと、本日はですね、ペルセウス座流星群を撮っていきたいと思います。イエーイ。今日はですね、8月の11日で、だいたい11日と12日、この2日間がですね、ペルセウス座流星群の見頃ということで、私たち、現在どこに来ているかと言いますと、じゃじゃーん、こちらでございます。と言ってもですね、まあ、山々でほとんどどこかわからないと思うんですが、はい、ここはですね、奈良県の大台ヶ原という場所です。でこの大台ヶ原はですね、本当に関西一星空がね、綺麗と言われている場所でですね、今日もね、天気的にもうめちゃくちゃクリアな空で、もうまさにね、絶好の流星群の見頃ということでね、今日はここで流星群を狙って撮っていきたいと思います。ということで、じゃあ頑張って撮っていきましょう。おー、おー、はい、ということでですね、我々、今回は大台ヶ原の正木峠っていうところに、今やってきてるんですけど、もう見てください、これなんかもう本当見たことないような、なんか光が出てて、なんかもう虹というかオーロラというか、なんかすごいめちゃくちゃ綺麗な光がね、今見えています。でちょうど今日没ぐらいのね、時間帯です。あ、ちょっと風強いですね、ごめんなさい。でですね、方角的には南の方向で撮ろうと思います。というのも、南の方向にね、今の時期天の川が出てくるんですよね。でもペルセウスはその流星群の多分発生源みたいなところは、北東か、まあ、北の方なんですよ。だからちょっとそんなに多く南の方は流れるかわかんないんですけど、天の川とね、一緒に撮りたいということで、今日僕たちはですね、南側を向いてね、撮っていきたいと思います。で今ね、真夏のね、大台ヶ原なんですけど、今ね、ちょっと長袖着ててもちょっとね、ひんやりするくらい、寒いので、夏だからといってね、油断せず、ぜひね、いらっしゃる方はね、しっかりと防寒をね、してね、来ることをお勧めしたいと思います。まだ星は出てないけど、めっちゃ綺麗な、ほんまにオーロラみたいな、なんかそういう現象があるんかな。初めて見たね。はい、ということでね、僕たちの撮影場所が決定しました。今日はですね、こんなところから撮っていきたいと思います。これ結構ベンチもあってね、なんか居心地が良さそうなので、ここで撮っていこうと思います。でですね、おそらくもう夜になったら本当に真っ暗で何も見えなくなって、しかも他のね、カメラマンの方々もいらっしゃるので、光もね、出せないので、今ね、構図とか設定をすべて説明していきたいと思います。でですね、今こんな場所にいるんですけど、だいたいね、ちょうど天の川がね、9時ぐらいになったら、こういうラインで多分ね、出てくると思うんですよ。この手前の木々とか草たちを入れながら、多分縦構図か、まあもしくはね、横構図でも、天の川とね、一緒に撮っていこうと思います。で、ずっとね、天の川をね、撮りつつ、流星群がね、流れるのを待っていきたいと思います。ということで、じゃあカメラセッティングします。はい、で、今回使うレンズはね、こちらでございます。20mmF1.8 の単焦点を D850 につけてね、これで今日は星を撮っていきたいと思います。いや、楽しみですね。よし。頑張るぞ。イエーイ。おお。はい、先にね、設定のね、解説をしておこうと思います。で、F 値はですね、もう開放の 1.8 で撮ります。で、シャッタースピードはですね、まあ、20ミリなので、そんなに星の動きが目立たない15秒に設定して、で、あとは感度はね、今3200に設定してるんですけど、これはね、ちょっと適宜変わる可能性がありますが、だいたいまあ3200を基準にね、撮っていこうと思います。で、あとはですね、まあ、ひたすらいろんな構図でね、星が出てきたら、この設定でね、撮り続けたいと思います。あ、で、設定はですね、星が出てきたら、マニュアルフォーカスで合わせて、マスキングテープでピントリングをね、固定して撮り続けようと思います。ということで、じゃあ、あとはね、待つだけですね、たかしくん。もう、言うてすぐ暗くなると思うんでね、頑張って撮りましょう。イエーイ。で、まあ今ね、夜になるのを待ってるんですけど、ちょっとね、この大台ヶ原のね、美しさをぜひちょっと皆さんに共有したくて、ちょっといろいろお見せしたいと思います。なんかこういうね、正木峠っていうところにいるんですけど、この正木峠はですね、こんな風になんか、
ね、ウッドデッキみたいな感じで、ずーっとこういう風にね、木の床がね、続いているんですよ。そう、ほんとなんかもう日本じゃないみたいな、全然ね、違うところにいるみたいな感じで、ほんとにね、もう、びっくりするぐらい語彙力ないんですけど、いや、とりあえずほんとなんていうかもう、すごい空気感というか世界観。もうなんかほんとにね、異世界って感じの、そう、もうぜひ本当にね、あの関西で、あの写真撮られていらっしゃる方、本当にね、一度はね、あの訪れてみてください。本当にめちゃくちゃいい場所ですね。ただここ結構ね、雨が多いみたいなんですよ。だからなかなかね、晴れるタイミングっていうのが、あの難しいかもしれないんで、しっかりね、ちょっと天気をね、確認して、本当行ってみてください。あ、でもですね、今日確か、もう10時か11時ぐらいにはもう月が出てくるはずなんですよ。だから本当のね、勝負はね、本当11時ぐらいまでになるんで、結構ね、あの短期戦というか、あの本当数時間の間に一気にあの撮り切らないといけないっていうね、まあ、撮影なんで集中して撮っていきたいと思います。割と待機時間やることない説はあるよね。いたお前はい、ということですっかり夜になりまして、天の川もねしっかりと肉眼でね見えるくらいめちゃくちゃね綺麗に星が見えております。本当にちょっと真っ暗闇で、あの本当何も映せなくて申し訳ないんですけど、あのちょっとね写真を今ここでお見せしたいと思います。まあいろいろもう撮ってるんですけど、実ははい、こんな感じでねめちゃくちゃ濃い天の川をねしっかり撮ることができています。本当にあの関西一のね星空と言われるだけあって、めちゃくちゃやっぱり綺麗です、ここは。でもね、あの唯一ちょっと嫌な点が、めちゃくちゃ湿度高いんですよ、ここ。本当にね、ちょっと油断したらすぐレンズ曇っちゃうので、そこだけね気をつけて撮る必要があります。で、肝心の流星群なんですけど、流星群はですね結構ね肉眼ではねかなりの数見えてるんですよ。でも実際ですね、写真写りはとなると、あんまりっていう写真がね、あの多いですね。とか肉眼ではねはっきり見えるんですけど、こう写真に写した時にそんなにねあんまり目立たないっていう感じの流れ星が多いです。はい、ということでですね、無事に撮影を終えて車の中に戻ってまいりました。はい、まずは、今日撮った写真をいくつかピックアップしてお見せしたいと思います。まず1枚目はこんな感じです。はい、これはですね、まあ、かろうじて、流星群、流れ星が映ってるんですけど、あのね、肉眼では結構はっきり見えるんですよね、流れ星って。でも実際に写真で映したら、あんまりね、実際目立たないっていう。そうそうそう。むしろなんか他にね、なんかいっぱい飛んでる飛行機とかが多すぎて、そう、もうそっちがもう多すぎてね、流れ星がなんか埋もれてしまう。みたいな感じで、あのなんか見るっていう分にはすごい良かったんですけど、ちょっと撮ることに関してはですね、ちょっとイマイチだったかなっていうね、そうですね、感想ですね。うん、でまあもちろん流れ星だけではなくてですね、うん、あの普通に、天の川もねしっかり撮ることができました。でまあこんな感じのね、あの今の時期ちょうど10時ぐらいかな、夜の10時ぐらいにこう天の川がねこう縦になるんですよ。まあ、それをね、縦構図で撮ったりだとか、あとはその濃い天の川の反対部分、薄い方のね、ちょっと冬っぽい天の川の方の、写真もね、撮ったりだとか、結構ね、いろいろな写真を撮れてね、なかなか満足できる撮影だったんじゃないかなと思います。はい。どうでしたか？大台ヶ原の、まあ、久しぶりですけど。やっぱりもう、関西一というだけあって、うん。そうですね。もうやっぱりこれはね、肉眼でぜひ見てほしい。カメラでね、星の動画って映せないんですよ。多分α7S3 とかやったらいけるかもしれないんですけど、僕たちが持ってるカメラじゃちょっと到底映せなくてですね、結構僕たちもいろんな星空見に行ってるんですけど、やっぱりですね、まあ、1位かなと。そうですね。うん、僕たち関西圏でいろいろ星撮ってるんですけど。ここまで開けてるっていうのもね。そう、開けてて見晴らしが良くて、うん、で、しかもあれだけ綺麗な天の川が見れるっていうのは、うん、本当もう大台ヶ原だけ。そうですね。うん、だからもう本当にぜひ皆さん一度、遊びに来てみてください。そうですね。めちゃくちゃおすすめのスポットです。で、まあ、あと注意点。結構ね、正直、環境は過酷なんですよね。まずは湿度が高いんですよ。レンズがすぐ曇ります。本当にね、3枚長時間露光したらもう曇ってますね、多分。吹いても吹いても。そう、吹いても吹いてもっていう、もうずっとね、そんな感じなんで、それはですね、まあ、レンズヒーターを用意したりするだとか、まあ、そういった対策をね、していくことをお勧めします。
で、あともう一つはですね、僕たちが8月、まあ真夏に来てるんですけど、うん、めちゃくちゃ寒いです。めちゃくちゃ寒いというか、気温はそこまで低くないと思うんですけど、風がとにかく強くてですね、それで非常にね、寒さを感じるんですよ、この大台ヶ原は。昼間はね、暑いんですよ。昼間でも暑いと思っても、しっかりとね、防寒具をね、持っていくことをお勧めいたします。僕たちはね、ちょっと、いけるやろっていうノリで。一応、最低限のパーカーとかも持っていって。薄いパーカーで行ってね、地獄を見てきましたんで、今。はい、皆さんにはぜひ厚手のね、こう、羽織物とかを、着ていってね、いい環境でね、はい、撮ってみてください。で、まあ、撮るのももちろんそうなんですよね。もう見るっていう分にももう、めちゃくちゃおすすめできるところなんで、本当にね、はい、鑑賞目的にでもね、おすすめしたいなと思います。まあ、そんな感じかな。そうですね。ざっと。はい、まあ、ちょっとやっぱり、天の川の撮影動画って、他の、お台ヶ原特に他の人とかもいたりして、ライトもなかなか照らせず、うん、で、しかもやっぱり暗いから、なかなかちょっと様子とかをね、うまく撮れなくて、ちょっと遠くの部分が多いかもしれないんですけど、そこはね、ちょっとご了承ください。そんな感じで今日の動画は終わろうと思います。はい、本日も皆様ご視聴ありがとうございました。少しでもよかったな、参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ポップ。